どうもこんばんは、ライバロリです。このパーティー良くない？今僕が使ってるパーティー、なんか化身ボルトロスとか、まあ、メガ次回メガサメ肌あたりがかなりクロート感がね漂ってて、まあ、見た目はかなり好きなんですよね。まあ、新要素はズガドーンなんですけど、出していきますか。選出意図は、まあ、ボルトロスでとりあえず様子見して、あのボルトロスが圧倒的に出し負けるポケモンが、あ、テテフは微妙だけど、まあ、基本的にいないんで、まあ、とりあえず初手ボルトロスから入って、多分ね、サメ肌とかが入ってるのでカプレヒレも来るんですよ。だからカプレヒレに牽制を仕掛けていける、樹海員、まあ、ラストはその気合のタスキ持っててなんやかんやできそうなズガードン、こういう選出にいたしました。本当にポケモンね、寝ずに一生やってる。飯食う時とか、あのね、コンビニに行く時以外外出てない。リザードン VS ボルトロス、まあ、この対面は別に悪くないので、とりあえず銀次波打ちますか、挨拶代わりに。ボルトロスは特性いたずら心で、まあ、先制で補助技使えるんでね。でズガドーン今更使ってるんですけど、11月17日にウルトラサンウルトラムーン発売しましたけど、一番最初あれだよね、なんかズガドーンの動画がめっちゃ多かったイメージ。みんな多分ズガドーン一番最初に、厳選して多分動画のネタにしてたんですけど、一方その頃僕はあれです、ミミッキュ Z を必死こいて探して動画のネタにしてました。でズガードーンちょっと今更やってもなみたいなところあるけど、てか他のさ実況者たちさ、あの厳選のスピードが速すぎるんだよな。さすがに速すぎるよね。やば、スピードやばくない？あれ順天だってもう 2,3 体厳選してる人とかいるじゃん。僕まだズガードーン1匹だけですよ。しかも個体値もかなり甘えてるし、ここデンジャーでリザードンにボルトロス巻いたので10万ボルトで削っていきますが、まあ、リザードンさすがにニトロチャージなの？ここ。あ、ダイヤ。ニトロチャージなんだ。リザードンさすがにその、特殊耐久はかなりあるので、耐えてくると。10万でリザードンそのまま落としていく。他の実況者絶対あれだから、フラゲしてるやつか、フラゲして、あらかじめストーリーやってたか、実況者同士のコネクション使って個体共有してるから、改造。うん、改造。改造じゃねえ、改造じゃねえ。犯罪者ですよ、犯罪者。フラゲは犯罪者です。まあ、僕はフラゲしてないんでね、普通に当日12時からダウンロードでやってましたけど、テテフ VS ボルトロス、サイコフィールドあるので、まあ、デンジャー打てないんで、まあ、ここは10万ボルト打って、雑に切りますか。ムーンホース、ラストね、相手のラスト次第なんだよね、これ。で、ここはズガドーンを投げます。おそらくね、いやレヒレだと思うけどな、どうだろう。シャドーボールで、あれレヒレじゃないのか、てかこいつ スカーフじゃないな。え、耐えられたし、あータスキーか。なるほど。最近ね、まあ見とけ、タスキでーす、こっちも。で、ニトロチャージやな、ここは。これで、相手のカプテテフを倒しつつ、素早さを上げて、さらに、特性ビーストブーストが発動し、特攻も上昇していくという。こいつめっちゃ強くない？このサーティワンアイスクリーム。こいつなんか、相手に使われてる時はそんなに何も思わなかったんだけど、なんか自分で使ってみると、バカ強くて焦ってるわ。待って、これ負け、シャドーボールで、ちょっと待って、これ負けではこれ。鍵打ちは今打てないんですよね。サイコフィールドがあるんで。だから相手ここ絶対に攻撃技を選択しないといけないんですけど。てか、レヒレ来なかったのか。基本的にカバルドン入りのパーティーに対しては、レヒレ選出されるものだと思ってたけど。てか、相手これ選出間に合ってない説ないか。ギザミミッキュー。ねえ。イザミミッキュー、テテフは。テテフがタスキだったんで、このミミッキュが、まあ、気合のタスキは絶対にない。樹海員出します。待って、これリーフストームで、ちょっと待って、リーフストームでこれ、ミミッキュ落とせなかったら負けなんですけど。一旦、身代わり張りますか。サイコフィールドだってここで切れるから、じゃれつく打ってくる可能性もあるんで、なんか攻撃かわしワンチャンで、一旦身代わり。
あ、Z 技打ってきてくれましたね。無限アンヤへのイザナイ、文字かっこよすぎだろ。ちょっと喉乾いたんでイエモン飲みます。なんかその対戦ってかさ、今僕かなり準備してるんですよ。なんか技マシンの回収とかもやってるし、ここどうしようかな。身代わりか、身代わり、身代わり、ちょっと待てよ。樹海院の新力、いやきついなリーフス、いやもう一回身代わり貼れるか、もう一回身代わり貼ります。あずぜ、くそーそう、僕今技マシンの回収とかやってて、対戦準備整えてるんですけど、なんかそれがある程度落ち着いたら、なんか初心者のために対戦ガチ対戦を始めるために必要なもの、アイテムとかの動画あげたいんだけどなーって考えてますが、まあ気が向いたらって感じ。ここはリーフストームを打ちます。じゃあ当ててくれよ、マジで頼む。俺たちの信じたメガ樹海院を信じろ。ああ。おい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 。キング Z さん、対戦よろしくお願いいたします。せっかくなのでもう一戦やろうと思います。めっちゃいいじゃん、ルカリオ入ってる。ランドルカリオ、ランドルカリオか。今回僕ルカリオ捨ててきてるんでね、なんか分からされそうだな。ルカリオポケに分からされそうな雰囲気あるけど、これ大丈夫か。ズガドーン刺さってる気するし、出すか。え、出す、どうだろう。サメ肌、ギルガルド意識するんだったらサメ肌投げたいけど、サメ肌がリオルカリオに何もできないから、いや、ボルトロス、サメちゃん、ボルトロスが出し負けするポケモンが、まあ多分いないんで、相手のパーティーだったら。まあ最悪、出し負けっていうか、その、一方的に虐殺されることになるポケモンがいないんで、初手ボルトロス、ギルガルド来そうなんで、サメちゃん、ラストズガドーンにしますか。これで、ズガドーンタスキ持ってるんで、選出しやすいんですよね。対戦よろしくお願いします。ルカリオの民を。今のこの対戦環境ね、かなり楽しいんですよね。その、新規参入ウルトラビーストとか、あの新教え技解禁とかで対戦の環境がまだぐちゃぐちゃで固まってないんですよ。だからなんかこの混沌とした対戦環境で対戦できるのは今だけだから、そういう意味では今対戦することはかなり楽しい。スイ君、これおそらく初手カバルドの読みですね。まあ、対面は悪くないんですけど、ボルトロスの電気技だとスイ君一撃で落とせないぐらい、スイ君は耐久力があるので、そっからミラーコート打たれるとめんどくさいんで、まあ、一旦電磁波ですね。とりあえず電磁波打って様子にしますか。ミラーコート機、あらら凍える風いや電磁波外しはマジでおもんない。電磁波外しはマジでおもんない。相手の裏、いや電磁波見せたからな。ランドロスいたら交代される可能性あるんだよな。電磁波で、まあ、そのまま電磁波打っていきます。うわー、うぜえ、ランドロスだろ、これ。もう、うざいやん、もう。最初、電磁波当てといてほしかったやん。これは、うざいやん、完全に。うざいやつやん、これは。メザパ打ちます。うわ、はたき落とすはずる。はたき落とすはずる。やばい。回復できなくなっていく。これ確実に直帰ですね。直帰は確定で、メザパ連打で、ボルトロスいらないんで捨てますか。トンボ。いや、電磁波入れ出てないのかなりきついぞ、これ。マジできついぞ。びっくりヘッドじゃない、サーティワンアイスクリームじゃ勝てないんで、サメ肌投げるけど、ここ問題ポイントだよな。一旦守るだな。ここ多分水君側が交代してくるってことないんで、まあ、安心して一回守るは絶対に挟めるはず。守ります。技見たいね。うわあ、ずる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 貫通するやん、それ。
いやでもそんな入んないか。4分の1守るしてるし、思ったより入ったな。ハイドロポンプでしょ。うーん、きついっすねこれ。加速していく。身代わり警戒してくるかどうかだな。いや身代わり警戒するよな普通。身代わりここ風打たねえよな。身代わり張りますか。おおおおって引っ込めたぞ。誰誰誰誰、ルカリオルカリオポケ、ルカリオポケ、マジこのサメ肌ルカリオに打点ないんだって。技構成いびつすぎるからルカリオにやることねえんだよな。守っても仕方ないんで、道連れする理由ないから、まあ、ここは噛み砕く打ちますけど、噛み砕く2発じゃ多分ルカリオ飛ばせないんだよな。じゃあお願いします、お願いします。サメ肌、うわー、真空波やべえ、真空波はやべえ、真空波はやべえよ。噛み砕いていく。真空波だと思うけど、読んでくるかな、読んでくるこれ。いやマジでやめてやめてやめて、もうやべえ、やめやめて、交代読みやめろマジで、交代読みやめろマジで。よしよしよし、とりあえず真空波すかす。ここはシャドーボール打ちますか。まあ、ルカリオ取っとかないとサメ肌で負けるもんな。ランドロスキリー。いやーこれボルトロスがなー、水君に対して仕事できなかったのちょっと響いてくるな。はい、かたくね、かたくね、メザパで。これランドロスは確実にメザ氷なんで処理できるんですけど、あーはい、ビーストブーストで特攻上がる。いやこれなー、あのスイクンを一撃で落とせないんですよね、シャドーボールだと。でズガドーン取っとかないとルカリオで積むんで、サメ肌に交代せざるを得ないっていう。サメ肌に交代して勝ち筋があるとすれば、まあ、ここハイドロポンプだよね。かわしたんだけど当たっててもよかったんだけどな。ここ噛み砕きます。お、通る、マジでルカリオ交代かなと思ったのに通るんだこれ。ここ風、いや身代わりだった、失敗した。ここ風マジで身代わり、身代わり見といてよくここ風打てな、打てたな。いやマジか、身代わり見といてよくここ風打てたな、マジで噛み砕く連打で。かわせ、いや負けただろこれ。いや負けてない、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 まだいけるか。ズガドーン出します。攻撃を、相手の攻撃をかわせばいけるな。凍える風かハイドロポンプをかわせばいけるか。ニトロチャージを積む必要があるな。ニトロチャージ、いやニトロチャージだなここは。あ、ミラーコートとかだとアドなので、とりあえずニトロチャージ打っていく。かわせ、いやまだいける、シャドーボールで、いやー落としてほしい、スイ君シャドーボールで落として、落としたら勝てる、落としたら勝てる、落としたら勝てるよ。いけ31アイスクリームでー、かわせ